ラジオトライアルのコーナー。ここからはソウルクリエイトミュージック特別企画第2弾、 FM79.7 メガヘルツラジオ岸和田ムンムのやってるデーフライデーラジオトライアルのコーナーとなります。トライアルコースは3つ、楽しくおしゃべり、ゲスト出演、オリジナルの番組進行してみませんか、パーソナリティ体験、ラジオ放送には欠かせない縁の下の力持ちミキサー体験、3つのコースより電波を通じてラジオを体験してもらうという企画です。ということで今回はゲスト出演のコーナー、素敵なお声を生かし2回にわたり朗読をしてくださいます。お読みになるのは日本の医師でもあります小林博之さんの著書超一流の人の健康の極意の中の項目です。それでは早速よろしくお願いいたします。こんばんは、オタク人間のババッチことババミユキでございます。ムーム先生に舌を噛むようなボイストレーニングをしていただき、こんな初体験の景色を見せていただきました。で、今回は健康になるための一部を朗読いたします。では始めます。超一流の人は体重管理を怠らない。超一流の体調管理のための最も簡単なコツは体重です。近年体温の管理が注目を集めていますが、私は体温よりも体重の方がより重要かつ身近な目安となると思っています。体温は高い方が確かに癌になりにくいというデータがありますけれども、一方では長生きをしたければ体温を下げておいた方がいいというデータもあります。そんな風に体温というのは一概に高い方がいい、低い方がいいとは判断できない。しかも体温管理というのは医師ではない一般の人にはなかなか難しいのです。けれども体重管理というのは比較的簡単です。しかも体重は体重計に乗りさえすれば本当に一瞬で客観的に数字として示されます。例えばたった3日の間に以前よりも3キロも増えてしまった、そうすると、ああ不摂生がたたっているなとか、そういうことが客観的に数字として理解することができるのです。つまり体重計に乗る行為というのは日常の生活の中で唯一その時の自分の状態を冷静に数字で見極められる一瞬でもあるわけなのです。ですから毎日1回体重計に乗ること、そしてプラスマイナス2キロを目安に自分の体重を管理すること、それがあなたのコンディションを測る本当に一番の目安となります。ですからあなたがもしまず健康管理において超一流の達人を目指されるのなら、そのスタートは毎日1回体重計に乗ることです。そして毎日計測していく中で、もしも1週間に2キロ以上増えてしまったとしたら、それはやっぱり食べ過ぎか運動不足、あるいは不規則な生活やストレスなどによる自律神経の乱れによって腸や肝臓などの内臓の働きが鈍り、体の新陳代謝が乱れてしまっているサインです。またダイエットをしている人は別として、1週間で2キロ以上急激に痩せてしまったとしたら、やはりそれはどこかで体の不調が起こっているサイン、直ちに健康チェックを受けてください。そうすればほとんどのことは未然に防げるはずです。また毎日体重を通してその時の自分の体の状態を客観的に見つめることは心の健康においても本当にプラスとなります。なぜなら体重とは最初に申し上げた通り、あなたの体だけでなく食生活を含めたあなたの今の仕事ぶりや生活ぶりのすべてを客観的に映し出してくれる鏡でもあるからです。けれどももちろん神経質になりすぎる必要はありません。毎日何グラム増えた減ったというのではなく、1週間1ヶ月単位で
プラスマイナス2キロの中で体重管理イコール生活管理をする、それでもう十分大丈夫です。ちなみにダイエットで言えば炭水化物を抜くダイエットは医学的に見るとあまり勧められません。美容の世界では炭水化物を抜くと一旦は痩せても結局脂肪が燃えない体になって逆効果だというふうに言われていますが、それだけではないのです。炭水化物を抜くと体の中で必要な栄養素を吸収するために必要なグリコーゲンがなくなるので、それを補おうとするために肝臓に急激な負担がかかり、最終的に慢性の肝炎のような状態になってしまうからです。何々抜き何々ばかり食べという極端なダイエットよりもバランスの良い食事と適度な運動、さらには自律神経を整え内臓の働きを高め細胞の新陳代謝を高めること、それが何より安全かつ効果的なダイエット法であることもぜひ意識していただきたいと願っています。1ミリの極意、毎日体重計に乗る、プラスマイナス2キロを目安に自分のコンディションをキープする。いかがでした？神経質にならず体重計に乗ってみてください。でも人生いろいろある中、まず健康あってのことですよね。私自身昨年1月にペースメーカーの植え込み手術も経験いたしました。神頼みじゃないですが、毎週両親のお墓参りをして健康で暮らせてくださいって言ってます。神社仏閣のコンサルの仕事をしている友人にいろいろ教えてもらって、とっても心の支えになってくれています。またご意見お願いいたします。ありがとうございました。ソウルクリエイトミュージック特別企画 FM79.7 メガヘルツ、ラジオ岸和田ムームのやってるデイフライデーラジオトライアルコーナー、楽しんでいただけましたか？この放送は南海岸和田駅近くのラジオ岸和田のスタジオよりお届けしております。メッセージはメールアットマークラジオ岸和田 .jp またはラジオ岸和田ホームページより投稿することができます。地域問わずスマートフォンパソコンよりラジオ岸和田のホームページからもお聞きいただけます。それではババさん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ソウルクリエイトミュージックラジオトライアルのコーナーでした。